ウィリアム・スタイロンは、アメリカ合衆国バージニア州出身の小説家、随筆家である。1990年に回顧録、見える暗闇を出版する以前から、以下のような小説で著名であった。見える、暗闇の出版で、スタイロンの影響力が深まり、読者層が広がった。この回顧録は、著者の鬱病への破滅的な効果、絶望の上の絶望を記述している。 多くのものを襲っているがまだ広く誤解されている病気を検証することで、スタイロンはこの資源の悩みを詳しく親密に語りかけており、死に至る絶望という心の悩みを表している。ウィリアム・スタイロンはバージニア州ニューポートニューズにあるヒルトンビレッジ歴史地区で生まれた。そこは、スタイロンの最も有名で議論も読んだ小説の題材となったナットターナーの奴隷反乱が起こった。 場所から100マイルも離れていなかった。スタイロンの父方の祖父は奴隷所有者であり、北部出身の母と進歩的南部人の父は、スタイロンの世代には亡くなっていた、人種間の関係について広い知識を与えた。スタイロンの子供時代は難しいものであった。造船技師の父親はうつ病を患い、母親はスタイロンの14歳の誕生日前に、ガンで死んだ。 スタイロンは3年生までニューポートニューズのヒルトン小学校に通った。その後、スタイロンの父が反抗期の強くなってきたスタイロンをバージニアの海岸地域にあるエピスコパル大学予備校クライストチャーチ学校に入れた。スタイロンは後に私が通った学校の中でもクライストチャーチは単なる尊敬以上のものを与えた。なんというか、 私の間の変わらない情熱である。と語った。そこを卒業したスタイロンは、ダビッドソンカレッジに入学したが、結局退学して、第二次世界大戦の終わり頃海兵隊に入った。スタイロンは注意になったが、船がサンフランシスコ港を離れる前に、日本が降伏した。その後、デューク大学に入り直して、英語で文学志望を取得した。学生時代に、 ウィリアム・ホークナーに強く影響を受けて最初の短編小説を学生の作品集の中に出版した。大学を1947年に卒業したスタイロンはニューヨーク市のマグロヒル社で編集者の職に就いた。スタイロンは後の小説ソフィエの選択の中で自助伝的な記述を入れこの時の仕事の惨めさを思い起こしているが雇用主に彼をクビにするよう仕向け一心に 最初の小説に取り掛かった。3年後の1951年、その小説、暗闇に横たわれを出版した。これは機能しなくなったバージニアの家庭で若い女性を自殺に追いやる話であった。この小説は批評家の圧倒的な賞賛を得て、ローマのアメリカンアカデミーと芸術文学アメリカンアカデミーによる権威あるローマ賞を受賞した。しかし、 朝鮮戦争のために最小集がかかり、すぐに賞を受け取ることができなかった。スタイロンは1952年にメシカンが原因で退役し、ノースカロライナ州キャンプルジューンでの体験を短編、長い更新に仕上げ、翌1953年に連作で出版した。スタイロンはその後ヨーロッパで長期間を過ごした。パリにいる時にロマン・ゲアリー、ジョージ・プリンプトン、 ピーター・マシーセン、ジェームズ・ボールド・ウィン、ジェームズ・ジョーンズ、およびアーウィン賞等と知り合った。この集団は1953年にパリレビューを創刊して話題になった。スタイロンにとって1953年は出来事の多い年であった。やっとローマ賞を受賞するためにイタリアへ旅行した。アメリカンアカデミーで前の年にジョンズ・ホップキンス大学で紹介されたことのある。 若きボルチモアの詩人、ローズ・バーガンダーと出会い、信仰を再開した。二人は1953年の春に、ローマで結婚した。CBS の90分ドラマシリーズ、プレイハウス90のエピソード、長い更新は前日の中編小説に基づいている。この時期のスタイロンの経験は後に、この家に火をつけろになった。この小説は、フランスのリビエラ海岸にいるアメリカの知識人海外。 居住者についてのものだった。肯定否定両面のある批評を受け、ある批評家はメロドラマであり洗練された作りになっていないと言って攻撃した。しかし、この小説はヨーロッパで遥かに違った受け取られ方をし、その翻訳書はベストセラーになり、アメリカでの売り上げをしのいだ。出版社にとってはそれだけでも成功と考えられた。スタイロンは自分のスタィオの扉の上に、 ギュスターブ・フロー・ベールの言葉を掲げた。ある種金言であるフロー・ベールの言葉はその後の数年間を予言するもののようであった。スタイロンが1967年と1979年の間に出版した2冊の小説に対する反応はまさに強烈なものであった。スタイロンはこの家に火をつけろに対する最初で間に激しい批評に傷ついており、 次の小説の調査と構成に数年を費やし、1967年に18世紀に奴隷の反乱を指揮したナットターナーの自伝という形でナットターナーの告白を書き上げ上司した。この期間、ジェームズ・ボールドウィンが数ヶ月間スタイロンの客になっており、その小説、もう一つの国を書いていた。皮肉なことに黒人作家ボールドウィンのもう一つの国は白人を 主人公にしたことで何人かのアフリカ系アメリカ人、批評家によって批判され、ボールドウィンをして、スタイロンの前に大きな問題を予感させることになった。1967年のナットターナーの告白出版直後のインタビューで、ボールドウィンは、ビルは、両側からそれを捕まえることだろうと語った。ボールドウィンの言葉は予言として正しかった。ボールドウィンや、 ラルフ・エリソンたちがスタイロンを弁護したにもかかわらず、アフリカ系アメリカ人批評家大集団が、スタイロンのナット・ターナーの描き方は、人種差別の典型的なものであると非難した。特に議論を読んだ文章は、ナット・ターナーが白人の夫人を強姦することを無双するところであり、批評家は南部で伝統的な臨地の正当化について、高級化させる危険性があると指摘した。 一方で、多くの批評家は、スタイロンの小説では、ナット・ターナーがその欠点があるにもかかわらず、強く、共感及び、英雄的に描かれていると指摘した。論争が続いていたものの、この小説はよく売れて営業的には成功であった。1968年には、ピュリッツァー賞の小説部門、及び芸術、文学アメリカンアカデミーのウィリアム・ディーン・ハウェル賞を獲得した。 スタイロンの次の作品、ソフィーの選択は、ナットターナーの告白で得た熱烈な支援には、ほとんど合わない内容であった。スタイロンは、ホロコーストの非ユダヤ人被害者について書くことで、これはこれでやや小さな議論を読んだ。小説の内容は、ポーランドのカトリック教徒で、アウシュビッツの生き残りであるソフィー、その愛人で再起ふれるが危険なところのある、ユダヤ人、姉さん。 ソフィーに憧れる若者、スティンゴを絡めた話を描き、1980年の全米図書賞を受けた上に、全米でベストセラーになった。1982年の映画、ソフィーの選択はアカデミー賞の5部門でノミネートされ、ソフィーを演じたメディルストリープが主演女優賞を獲得した。1985年には、フランスのプリモンディアル・キノデル・デュカ賞を受賞した。 この年スタイロンは深刻な鬱病となり、その経験を1990年に自助伝、見える暗闇に表した。これは狂気に落ち込む様子を内面から描くことができたものであった。スタイロンの小説、シャデラクは1998年に同じ代で映画になり、スタイロンの娘、スザンナ・スタイロンが助監督を務めた。スタイロンの他の二人の娘も芸術家であり、パオラは 国際的に評価される現代舞踊家、アレクサンドラは、すべてが有能な女たちを描いた小説家である。スタイロンの息子、トマスは、イェール大学の臨床心理学教授である。スタイロンの他の作品では、戯曲、インザ、クラップシャック及び、ノンフィクション短編集、この静かな誇りがある。スタイロンは2006年11月1日、マーサーズ・ビニアードにおいて、肺炎で死んだ。 81歳。これは、底知れぬ、言葉では表せない瞬間であった。アポロ8号について、偉大な本というのはあなたに、多くの経験を残すものであり、幾分の疲労感を与えるものである。それを読んでいる間に、いくつかの人生を味わえる。何らかの年代を書き分けることはいつも、誰かの神経症の産物であった。うつ病の狂気は、暴力のアンチテーゼである。 それは身に荒れ狂う嵐であるが、見えない嵐でもある。すぐに明らかになるのは反応速度の低下であり、無気力に近く精神のエネルギーが限りなくゼロに近づいていく。最終的には肉体が影響され力を使い疲れ果てたように感じる。私は肉体の甘いジュースが再びかき混ぜているその肉体だけの殻になったように感じた。 私は何ヶ月も最初の夢を抱いたが、今ではその中のどこかに、フルートがあり、野生のガンがあり、踊る少女がいる、不滅のもののように混同してきた。ありがとうございます。